然人いないですね。ほんまに自分たち以外誰もおらん。マスクも全然つける意味もなくつける意味もなくなんかあのシーさん怖い、人食った後みたいな。これちょっと怖いね。怖いな、なんかちょっと笑ってるし。魚みたいよな。魚みたい。わー綺麗。え、すごい。うわ、白飛びの飛びじゃん。すごいんじゃん。これでやってみるぐらい。うわ、砂浜も綺麗やね。砂浜めっちゃ綺麗やな。これは裸足でも歩けるわ。行くぜ、見よ、これが沖縄の海や。これや。え、綺麗。やばい、これはやばい。うわ、すごい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 。危ない危ない、海落ちるで。見えるかな。ほんまに透明なんやけど。あ、見えそう見えそう。風景がやばすぎる。やばいな。やばい、これはペチャペチャしたいね。ペチャペチャしよう。このためにサンダル持ってきたので。サンダル入った、ドンキで買ったサンダルな。そう、なんぼしたん？990円。安い。すごいよ。波が綺麗すぎてさ、砂がさ、波の形なんてんね。ほんまや。ずっとこの一定のリズムで波が来てるから、こうなんか。めっちゃ冷たいな。めっちゃ冷たい。キラキラしてますな。してますな。すごい。これさ、メリちゃんみたいなのしてた。ビジュアル良すぎん。かわいい。もうちょっと今のポーズやってもか、今の。あ、かわいい。あ、かわいい。やめ。彼女バカなっちゃう。ツンデレやな。ツンデレじゃない。じゃない。じゃあ何なん？人中嗅いでる。人中嗅いでた。あ、照れてるってことですね。じゃあ別のとこ行ってみよう、うん、あっち側とかね。火が照りすぎてさ、普段の設定にしたらもうこんだけ白飛びするよね。嘘。楓がもうさ、映ってない？メイド口だけ浮いてるみたいな。一層砂浜が綺麗なんやけど。果てしなく透明で青。あ、いっぱい、ほらこれ見よってな。これ見よってな、うん、ほら、あ、ほんまや。よう気づくね。前世これやった。魚おるんちゃん。海藻がある。おお、なんか探しとるわ。おもろ、あの体勢。なんか見た、こっち見た。あ、その辺まで行けるんや。戻っといで。濡れたな。はい、今日も無事濡れました。さ、そろそろじゃあ美ら海行こうか。美ら海行きましょう。その前になんかご飯食べよう。そうやな、お腹が空きました。ちゃんと足洗うとこも無料であるしな。無料で素晴らしい。気持ちいい。どうしたん？パンパンパンって上にあったらなんかフンついてた。めっちゃびっくりした。こっちに来てなんかほんま時間の感覚忘れるからさ、ご飯も忘れる。そうやね、ご飯とトイレ忘れる。トイレも忘れる。なんか俺あの引っ越してからあのトイレ使った記憶めっちゃ薄い。あっちもあっちも、あっちあっちさすがやな。ちょっと声出すぎた。声出てるな。あー危ない危ない。え、服切れたんやけど。そう、えやべえ、服が切れた。ここと、ほらほら、断面見たらマジで切れてる。ちょっとワンピースだな。これ。ちょっとな、はい。え、これ切れました。あ、おい、切れましたこれ。どうしよう。どうすんの？服ないで。服ないやん。水着は？水着で、チュラウミ。水族館。チュラウミのグッズを買うしかない。うん、慣れた。いや、魚見てちょっとテンション上げて。今日なんか服めっちゃ褒めてくれたのに、その服が。ほんまや、俺それめちゃくちゃ可愛いと思ってたのにな。ちゃんとしてる。はい、はい、着きました。着きました。じゃあ行きましょう。はい、はい、チーズ。可愛い。沖縄来たって感じするわ、これ一番、うん、こことか、花とかな。カラフル。可愛い。あ、いいね。こうか。めっちゃ人少ない。ほんまや。あれ来るに2組しか会ってないで。もう入ったこれ、もしかして。もう入ったで。晴れてるからかな、やっぱこれ。え、めっちゃ鮮やかな魚が。あ、見て、カメラ越しで見たらなんか海の中みたい。
なあ。ドリーや、ドリー。俺がずっとファインディングドリーをファイティングドリーって言ってたやつや。ちょっとお腹空いてるからみんな美味しそうに見えちゃうな。かわいい、口が。照れてる時のカエちゃんの口。あ、うち動きも確かに。ちょっとカエデっぽい。あ、カエデこれ。あ、カエデっぽい。照れて。照れてどっか行こうとしてる。どっか行こうとしてるわ。あの、置くのなんなん黄色カンスみたいな。置くのやばい。これ実際におるんやな。あれさ、泳いでて見つかったらやばいよね。やばいな、あんなのゴロゴロおるってことやろ。光がさ、波打ってるからすごい綺麗なんよ。で、すごい、めっちゃいい写真。岩みたいな肌質してる、ゾウみたいな。ほんまや、あ、目動いた。動いた。あ、こっち見てる。うわ、見てる見てる。あ、これ見た見た見た、目にあった。めっちゃカメラ見てる。寄ってきた、寄ってきた。さて問題、どこに魚がいるでしょうか。めちゃ映ってるわ。正解はこれ。うっ、ちょっと待って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 、ちょっとちょっとやばい。うちの手がこんぐらい。ちょっと無理、ちょっと俺無理かもしれないから。足の向きやばない。うわー、なんかエイリアン感やばい。これやばいよ。あー、ヒョンバイトか。バイトだりーな。水クラゲってかわいいよな。かわいい。かわいい。あ、ニュキニュキ。できないできない。あ、見て。めっちゃ見てる。美しい、これは。これあれになりそう。インテリアになりそう。釣りさんといて。すごい。超クラゲやって、これ。インテリアや、マジでこれは。すごい。ピカピカや。おお、こんなん見ながらご飯食べれんの。そしてジンベエザメの下にエイ。こんなん見ながらご飯食べんの、人間のあれじゃない。食べてる。うわー、食べてる。なんだここ、めちゃくちゃインスタとかに上がってそうな。来た、来た来た。めちゃくちゃ贅沢なことしよら。おー、でかいね。水族館来たらさ、時間も悩みも忘れるよな。確かに。あの辺見て、あの、お湯はゆっくり泳いでる感じ。なあ、時間が。あのぐらいゆっくり行きなあかんね、やっぱ。でも沖縄来てめっちゃゆっくりしてるよ。まだ仕事始めてないから分からんけど。ああ、まあそうやな。毎日死ぬほど忙しくなるってことなさそうじゃない、沖縄って。そうやな、ゆっくり行きたいっていう人にはいいね。うん。あ、再生、再生中、再生中。で、聞こえるんじゃない。これが、あ、ごめん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 、びっくりさせてしまったカメラで。なんかちょっと早い。早いな。いやー、チラ海良かったね、水族館。割とコンパクトやった。コンパクトやった。最初らへんがすげえワクワクした。うん、楽しかった。楽しかったね。満足度は結構高い。え、でこ、めちゃくちゃでかい。お、かわいい。お、足で折れてる。見てほら、下足で折れてるな。待った待った。かわいい。浮かんで聞いてるよ、浮かーって。水面に出てきた。出てきた。あ、呼吸してる呼吸してる。あ、閉じた。すごい貴重な呼吸のシーンを見れた。こっち見てるで、この子。カメラ来てる。あ、見て見て見てる。すごい。うわ、近い。こんにちは。見つぶった。でかさからさ、すごい。はい、行ってきました。行きました。なんかめちゃくちゃ満喫した気がする。そんなに広くはなかった、海遊館ほど。うん、広くはないけど、その分楽しめた。1時間もあれば回れる感じか。うん。いや、でも逆に広すぎんから疲れんやな。そうやね、体力あんま使いすぎんかったね。うん、海遊館はめっちゃ疲れるやん。なんかそうやな、出た頃にはもうクタクタみたいな。そうそうそう。で、これがね、買ったやつ、戦利品。かわいい。
これ3種類あって、あのまあ無難なジンベエザメ、めっちゃ青いやつな、もっと青ね、これよりも、そうと中学生とかのなんかパーカーとかでよく着てそうなサメの、グレーのサメのなんかタイプ、うん、とこれがあったんやけど、イルカの、うん、けど自分ら最初はさ、サメがいいなって思って、そうそうそう、そうサメを手に取ったけど、いやちょっとこれ買ったら中学生感出るなって思って、うん、でじゃあジンベエザメかなって思って手に取ってみたら、これもちょっとあのビビッとすぎるって、一番候補に入ってなかったイルカを買いました。そう、自分らが興味持ってなかったものを買うっていう、うん、そう逆にな、これに家の鍵とか車の鍵入れて、うんうん、持ち歩こうかなって、逆にそれがいいんですじゃあ帰ります、帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、なんか他のね、うん、場所とか見たいよって方はコメントで、魚がね綺麗やったら高評価もお忘れなく。じゃあね、じゃあね